はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回も状況ハイグレード3プレイしていきます。はい、前回このねウィリーコインがすごいということで使っていったんですけど、今後はね封印してまあ必要になったら使うって感じでやっていこうかなと思います。久しぶりにちょっと変えとこうかな。あ、バッツレスターとかで、今回は通信販売で新しいパーツも買ってですね、これずっと欲しかったジャンピングヘリ、これを今回買おうかなと思います。どれぐらい飛べるのかっていうのも気になるし、多分これは必要となるでしょう今後。あ、チケットもくれて通販で送料無料でいいですねこれそれでどこだ、あれここじゃないの、あ、ここか、 C ので、今こんな感じか。で、これもつけて、これは、あ、なんかつけるな。あ、そうだ、コウモリ、あ、何これ。装備しても、飛べませんって。なんか、めっちゃ悪い車になるな。あとね、ちょっとボディ変えてみてくださいっていうのあったんで、今回、うわ、なんか全然違うぞ。合ってないぞ。色が合ってない。色が合ってるのにしようか。いや、今回はいいか。あ、これちょっと、このウィングと合ってる。これでいこう。ステッカーは、あ、剥がれたのか。あ、炎のステッカーいいんじゃない、ボロい。何これステッカーひどいな。これだけなんか、4つのパーツになってんな。ファイヤーでいこう、ファイヤーで。これ、どんな音、え、あ、鳴ってるか。サイレン。コンガ。あ、コンガね。あ、豚。チャイナホーン。パオンね。パオンにしようかな。これはメーターは。何これマニアメーターって。何これあとね、ちょっとさっき言ってなかったんですけど、いつまでかこのエンジンプラス5が増えてるんですよね。買えないんですけど。高すぎないか。売買ゲームになっていってる。パワーは500。500ってでもでかいんだろうな。はい。ということで今回は、街に出てからかな。まず。ジャンピング。お、どうだろう。なんだろう。めちゃくちゃ飛ぶっていうよりは、滞空時間が長くなるって感じなのかな。そんな感じですね。なんか警察いっぱいいんな。え、こんな警察いた？ガードマン。立体駐車場付近にいるな。で、今回は占いしてみてくださいっていう、コメントあったんでね、やっていきたいなと思います。本当にね、この状況ハイグレード3は皆さんが攻略情報くれるんでね、ほとんど攻略情報見ないでもクリアできてるんですけども、占いはね、1回やったんですけどね、それはまあ動画ではカットしてたんで、はい。あれどこだっけ、占いなんかハクハクしたところにあったような。あ、ここだ、ここだ。この角だ。これですね、占い。なんか、なんて言われたっけな、前回。ふがー。ふんぎー。もう帰るだろ、この時点で。この時点で帰るわ。しちゃう。ふんがー。なかなか良い結果。思わぬお小遣いが、え？もらえない。いや、それはお手伝いしたらもらえるけど。もらえるけども。それは知ってることだよ。占いかそれ。アドバイスじゃないか、どっちかと言ったら。占いかな。はい。ということで、占い知るしね。あと、街でなんか、ステッカーいっぱい買えるみたいな。コメントくれた方いたいんですけど、どこかな、どのマンションかな、マンション多いからな。あ、そうだそうだ。あと、熊のぬいぐるみを欲しがって子供もいるっていうのを見たんで、つけてこよう。熊のぬいぐるみ。はい、熊のぬいぐるみつけてきてね。買ったジャンピングヘリはもうつけれないんですけど、これつけたら。でもこれ渡したくないよな。正直気に入ってるからな。相当いいものくれないと渡したくはないな。あ、こいつか。フルールブア。
デザインの勉強してる。あ、こいつだな。100円買います。ナンバー、次の作品が、お、釣り上げてきてんな、稲妻。あ、これは嬉しいな。あ、まだある。スノー、あ、結構いいのくれてんな。流れ星500円、最後シャーク。あ、まだあるのか、まだあるのか、マジか。で、もう一人の住民、2階しかないんだよここ。あ、あ、お高い。あ、こんなところにいたのこれ大統領ですよね。うん、旅して、別の、これパラレルワールドじゃないのか。あれ、今ので終わり。それだっか。あ、こんなとこにいたんだ。もっと田舎町の方がいいんじゃないかな。やっぱり都会がいいのか、都会っ子なのか、生粋の。仕方ないな。はい、ということで次はこのクマちゃん欲しがってる人、車ですね。あ、こいつじゃないのか。2階の民、こいつ欲しがってんな。いやー、僕も欲しいんですよこれ。あー、騙された騙されたな。これは騙されたな。いらなかったな。先にあれだって見せてくれてたら絶対渡さないのにな。いやー、ぬいぐるみいいの欲しいな、あれこいつはくれたのかな。はい、ということでノイズシティ今回はこんな感じで、また次の街、グランジガーデン。はい、グランジガーデンですね。で、ここのクイズをやってくださいということだったんですけど、これは前やったと思いますね。1回目、何倍、1か2ぐらいでやったと思うんですけど、ちょっと難しくて諦めたんですけど、今回はまた挑戦して、できなかったら攻略サイト見てはいはいはい、いや難しいと思うな、僕もそう思うな。これは、これは鑑定士 J。 え、え、怒ってんのか。え、次、家の裏で拾ったそんなもん商品すんなよお前。え、あれ、一回一回くれんの。肥料、そういえば肥料も渡しに行こう。おー、あ、オフロードじゃないか、ちょっと走りづらいな。肥料渡しに行こう。クイズもやって肥料も渡して座ってるか。あ、芽が出てるっぽいけど。そんな、もうやめちまえよ、そんなんだったら農業そんな肥料に頼るようだったらやめちまえよ。しかも自分で調達して、あ、育ってんな。自分で調達しろよ、肥料ぐらい。 農作業やりたいんだったら人からもらうなよ。で、次がお、なんだなんだ。え、今自分で飛んだかな。勝手にジャンプした時も飛ぶのかな。それはノーサンキューだけど。ああ、作ってたか。池にいる魚。いや、知るわけねえ。でも5匹ぐらいだぞ。あ、当たった。あ、また拾ってきた。プリティステッカー、あ、いいんじゃない。いや、家の裏で拾った肥料ではなかったな。連続で。でも魚5匹って寂しいな。村長、プンク村長、プンク、これは覚えてる。え、なんだこれ、こっちかマヌケソウか、マジか。大量、え、大量バタみたいな。ステッカー多いな。もう20ぐらいあるんじゃないかな。そんなにはないか。
やるよ。え、後悔するぐらいの？ピアノバー、スクラッチマウンテン、窓。いや、これはわからんわ。攻略サイト見るわ、これは。はい、住人みたいですね。いや、ごめんな。うん、おかしい。今回は不正した、マジで。10もあるのか。お、いや、マジで？マジで？あ、本持ってたお前かよ。マジで？あ、本置いてあるな。おじいちゃんの本ごめんな。しかも、不正して、不正やめよう、不正やめよう。不正しておじいちゃんの本もらったら悪い。あるな。高性能睡眠学習、あ、一番最初のあれか。うん。え、キュートロニックだった気がするんだけど。あ、これ、O、ゼロかわからないけど。キュートロニック。これは実力ですよ。いや、大した問題じゃないけどな。うわぁ、また拾ってきた。星の石。また拾ってきたか。拾ってくんなよ。6問目で拾ってくんなよ。こいつの優先順位がわからないな。おじいちゃんからもらった本より拾った石の方かあげたくなかったのか、よくわからんな。博物館また作らっちまうて。え、ミュージアム、これは看板。え、これはスクフッチって、スムラム組んで見えて、なんだろうな。スクラット、スクラッチ、ミュージック。いや、絶対これだろう。自信アヒル本、あ、こいつのもんじゃないの。もう自分のパーツを渡してきてるんじゃないの。いや、身ぐるみ剥がすぞお前。7問目、看板の色。あー、これは青か紫。紫なんか入れるか。でも5つって言ったら紫入れるか。紫、そう、久しぶり。ムカつくなこいつ。ムカつくな。1問買っただけで5択で1問間違えただけで、この調子のノリを。赤色か、全部外したら。赤だった。いや、全部やったからな。いや、そんなことないと思うぞ。お、アヒルのステッカー、いいね。こいつのグッズがどんどん。全部いけるかな。あ、今の段階では考え中か。もっとフラッグ集めないとだな。はい、ということでこんな感じかな、今回のイベント関係は。で、レース行こうかな。ジャンピングヘリ、どっかジャンピングヘリじゃないと勝てないとこあった気がする。コース、これはまあこれでいいな、今回は。で、コースでどこだったっけ。大敗ミラクルじゃないな、ここだったっけ。ここの L コース、ここの L コースだったっけ。あれ違うか、もう勝ってたのか、わからないな。とりあえず、ここリベンジしとくか。ジャンピングヘリじゃないな。シップボトムをつけるには、あ、これ外さないといけないのか。B パーツいいの？金がねえな。これで勝てるかな？ここ水あったところだよな。あ、みんな、何それ？え？あれか。あ、加速だけは早いな。それあんま良くないよ。一回使ったけど、最高速度が遅いから。久しぶりに自分、自前のウィリーができる。あ、できないか。
かタイヤはスプラッシュでいいよな。あれここじゃなかったっけ。あここだな。なんだなんだ、邪魔すんなよ。あやっぱ上位組はこれだな、シップボトム。ただあのあれを持ってないんだよな、加速装置みたいなやつ。スキーでもいいんだけど。あ結構相手早いぞこれ。スキーかなんかいるかな。でも平坦というか普通の、うわ押し込まれたな。難しいなこのコース。なんだ難しいじゃないか。ちゃんと装備整えてないとマジできついな。結構差が開いてしまった。2周だからな、あんまり離されるのも。よしよしよし、まだあるのか。水が多いな。1位になった時にこの走る自信もないな。なんだこれ回ってるけど何もねえひたすらこれだかな。あれなんだこれ。あ見せた見せた、まだ水か。これもっといいパーツが必要だな。水のせっかく追いついてきたのに。オンロードないのか、長いな。てか2分かかってんぞ一周。ようやくオンロード。おお、てかジャンピングヘリつけとけばよかった今回ぐらい。看板つけてしまった。お、ここで、うわ悪いなあいつ、悪いなあいつ、悪質だな。だここで巻き返さない、貸さないとやばいよ。5分かかるぞこのコース、やばいな。結構カットしないとダメかもな。ここは早いんだけど、うわここもハマると走りづら。これは別に全然ジャンプしていいな。うわお、やばい吸い込まれるとこだった。およしよし、あ領事だ、領事、領事強えなこの3は。よしよしよっしゃ狭いからな、1台いると相当邪魔なんだよなこのコース。また来たか、また来たか。ブロックあるぞ。なんだはみ捨てんな。うわー差開けられた。最後巻き返せるとしてもここで巻き返せるはず。この野郎、領事、名前領事なのかな。あ順位見れないんだ。まだまだまだ、ここは飛んでもいい。ここダメなやつだ、ここダメなやつだ。あやばいかな。あミスったな。ダイロスコース選んでしまった。あでもこっちから巻き返せるんじゃないか。おいいぞ、よしかなり巻き返した、かなり巻き返した。ここでここで落ち着く。うわなんだこれ、あやばいかな。あこの差はやばいかも。あでも遅いぞ、
こいつも遅いぞ。あ、やったやった。ここは人1台しか通れないから。お、やばい。ブロックブロックブロック、よっしゃ危なかった。ガマガエル君で勝った。コインキャッチ、もう意味ないよな、コインキャッチ。さあ、あと1レースぐらいかな。これはこれでいいか。ジャンピングヘリ、ジェットタービンあるか。ジャンピングヘリもいらないなぶっちゃけ。でこれだ、ツートンファクトリー。お、みんなジャンピングヘリつけてる。 あとウィングもつけてけばよかったな。これはウィリーできないな。なんだこのコース、なんかあっちっち警部となんか速くなるな。あ、ベルトコンベアか。キラキラパークを足して割ったみたいなコースだな。速くない？え、みんなよくその速度で曲がれんな。え、HG あれつけてんの？あ、これジャンピングヘリだときついかな。ジェッタ、9位だもんな。これジェットタービンつけよう。はい、ちょっと1回目がね、装備が悪かったんで、かなり早い、ここ。今回、ジェットタービンつけて、カーボーイハットもかぶって、かなり強いっぽいぞ、ここ。ここ難易度高いって、これ、S コースでこれだもんな。L コースとかどんだけ速いんだろう。まあ、この、これ、正解なのかな？コンベア。早いな、マジで。速くないか、加速。エンジンが違うのかな。やばいな、もう30使ってるし。コインいるレベルだな、これ。いやー、パーツの力で買ってきたのに。パーツの力で買ってきたのに。え、速くない、マジで。最高速度では。追いついてるか。そこまでって感じじゃないな。いや、早いな。これ逆か。これは早かった。うわ、マジで、マジで。
わ、マジか、結局この順位かい。いやー、タイム遅かったな。いや、このコースは強いな。はい、7位。マジか、エンジンかな。ちょっと勝ってる気がしませんでしたね、今回は。はい、ということで、今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て上げにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。